松闇語り浅田次郎闇の花道。その老人が雑居房にやってきたのは就寝時刻をとうに過ぎた夜更けだった。留置場は明かりを消すことがない。蛍光灯の光が半分に落とされると壁はかえって白みを増し、房はしんしんと冷えてくる。呼び鈴が鳴り、鉄扉が開かれた。看守に背を支えられて小柄な老人が入ってきた。第五房、新入りだ。年寄りだから奥に寝かせてやれ。雑居房の鍵を解きながら看守は小声で言った。スチーム暖房は窓越しの裏廊下に置かれているから奥はいくらかでも暖かい。いえいえ旦那、どこの豚箱だって奥は名主の席と決まっております。どうぞ皆さんもお気になさらず。老人は刺し子を打った藍木綿の一重を着ており、黒の桃引きを履いていた。下町の古い職人のような身なりである。すまねえな兄さん方、起こしちまったかい。履物を重ねて棒の床下に収め、老人は看守からヤグを受け取った。新入りとはいえ動作は垢抜けている。そんじゃお情けに甘いさせていただきやす。ごめんなさいよ。しっかりとした足取りで敷き詰められたヤムの間を歩き、奥の壁際に膝を揃えて座ると、老人は両手を床について真っ白な坊主頭を下げた。お情けこうむりやす。上八号村田松蔵と申しやす。ご覧の通り棺桶に片足突っ込んだ老いぼれでござんすが、お見知りおきくださいまし。いきなり物語から抜け出たような挨拶をされて、若い同居人たちは顔を見合わせた。鍵束を鳴らして看守が去ってしまうと、老人は慣れた手つきでご座を敷き、身丈も幅もちょうど一人分の小さな布団を述べた。そんな動作もいちいちどうに言っている。おやすみなさいまし。老人は全く規則通りに仰向けに横になって両手を毛布の上に出してまぶたを閉じた。長い交流ですっかり退屈しきっている地元のヤクザ者が老人に顔を寄せて尋ねた。じさん、何やったの？食い逃げか？万引きか？目を閉じたまま老人の口元が笑った。そんな風に見えますかい？だっておめえ、この師走の忙しい時にパクられる年寄りなんてのは大概そのどっちかだろうが。あしゃ、何もやっちゃいません。留置人たちは声を殺して笑った。兄貴、そいつは懲役太郎だよ、ほっとけってと地上げや毛布をかぶって言った。なんだよ社長、その懲役太郎って？ゲーム屋のにわか店長が尋ねた。つまり食い詰めた懲役神官ってやつら、年の瀬になるとどこの豚箱にも一人や二人はやってくるんだよ。何日かはただ飯食って布団に寝られる。老人は微笑んだまま硬い枕の上でごろりと首を傾けた。おや、そっちの兄さんはなかなか慣れてらっしゃるようですね。ヤクザ者が一層身を乗り出して地上げ屋の代わりに答えた。興味の不動産屋はよ、俺たちなんかよりよっぽど悪いんだぜ。地主を事務所に監禁して判子つくまで返さねえってろ。始末に負えねえよな。へえ、するってと例のバブルとかいうあれですかい？ヤクザと地上げ屋と若いゲーム屋の店長の顔をぐるりと見回して、老人はにっこり笑って身を起こし、毛布を肩に羽織ってあぐらをかいた。小さな足に紺地の長足を履いている。なんだじいさん、直足かこりゃ。いえ、昔の職人はみんなこういう七枚小はぜの足袋を履いたもんです。へえ、じいさん職人なんか。ま、そんなもんです。大あぐらをかいて壁に寄りかかると、老人の体は不思議なくらい大きく見えた。じいさん方、同じメンツで長いことお暮らしのようですね。同じ顔で雑居に10日もいりゃ
お互い話もなくなるってもんです。分かってんじゃねえか。なあ、何してきたんだよ。もったいつけねえで話せ。食い逃げか、万引きか。ヤクザ者は腹ばいのまま老人を見上げた。不意に老人の小さな顔から微笑が消えた。鋭い目つきでちらりと監視台を見、唇をほとんど開かぬ腹話術のような声で、老人は膝元に寝転ぶヤクザに言った。おい、若えの。例えばタバコの中にせ、人に物を尋ねるときは頭の一つも下げるもんだぜ。なんだよ、じじい。ヤクザ者が返す言葉を飲んだのは、見上げる老人の姿があまりに大きく見えたからである。貫禄、いや威厳とでもいうものが岩尾の上にあるような老人の居住まいに備わっていた。ヤクザ者は弾かれたように起き上がった。老人は指先で襟元をつまみ、掘り物をちらりと見せた。右肩に重ね松、左の肩から単調鶴が白い首を伸ばしている。瀬名にあすすきに盆の月だ。裏表合わせて盆と正月八日の株。ことのよしあしも定まらねえようなおめえら駆け出しに話して聞かせることなんだわらはしねえよ。同居人たちはおずおずと膝を揃えてかしこまった。監視が鍵束を鳴らして金網に寄ってきた。とたん、また始めるんか。老人は険しい表情を改め、むしろ甲高い普段の声で答えた。いやあ、面目ねえ。何ね、懲役太郎と間違われたんじゃ、自己紹介の一つもせずばなるめと思いやしてね。監視は振り返って掛け時計を見た。それなら俺もここで聞かせてもらおうかな。とっつぁんの声は不思議と監視台まで届かない。そりゃ旦那、今じゃ誰も使わねえが、こいつは闇語りて職人の声でござんすからね。六尺四方から先へは届かねえっていう野党の小金です。老人は話し始めた。低く抑揚のない闇語りである。ここの親父は粋なお人で、こっちが人恋しいの口寂しいのといえば、いつだって止めてくれる。おいとっつぁん、余分なことは言うなよ。所長の立場ってものはあるんだ。金網越しに監視が言った。へい、承知しております。わけの、悪党も伝馬町の出入り性勝手に気ままになるまでには、一定どれほどの山踏まずばなる名物か、よく聞きょうまれ。天切松は、片肘を膝に置いて、斜に構えたまま、語り出した。大正6年夏、風の死んだ膝刈り、松蔵は父に連れられて、四ツ谷塩町の停車場に降り立った。下よ車坂の長屋から、市電を乗り継いでくる間、初期と人当たりとで、幼い松蔵はすっかり酔った。だから商船にしようって言ったやねえか。信濃町から歩いたってわけはねえんだ。雷子女の寝方にうずくまるせがれの背をさすりながら、さあ行くぜ松、ほらちゃんとしねえか。松蔵は生あくびをしながら顔を上げた。ああ、せっかくの一丁らが出なしじゃねえか。言いながら父は汚れた白がすりの前と三尺を腰手ぬぐいで乱暴に拭いた。いつだって銭や物のことばかり心配して、父が体のことを気遣ってくれた試しはない。母が生きていた頃もやれくせえだの汚えだのと罵ってばかりいた。貧乏のせいで医者に見せられないのは仕方ないとしても、いたわりのことは一つ口にしない父を松蔵はどれほど呪ったことか知れない。父の姿は貧相だった。薄汚れて、テラテラと光った目倉島の尻をはしょって、擦り切れた角帯をだらしなく締め、季節外れのモスリンの鳥打ち帽をかぶって、父は前のめりに道を急いだ。固くなくなったセッタは、足を投げ出すたびに、チャラチャラと薄っぺらな音を立てた。
おぶってやりてところだが、この暑さじゃ父ちゃんが先に滅っちまうわ。ぼちぼち行こうや。時々立ち止まって松戸を待ち、父は空席をするたびに手ぬぐいを広げて目を凝らした。大丈夫かい、お父ちゃん。まったくかかあもとんだだちもいていけやがった。それとも何か惚れた天使とあの世までってことか。冗談じゃねえよ。こっちとらまだまだ遊びたんねえ。飲みたんねえ。右手に士官学校、左手に東京監獄の黒い塀を望む見晴らしの良い石段を降り切ると、往来の盛んな通りに出た。坂の上がり口の駄菓子屋でラムネを買い、吉座りの縁台に腰を下ろした。甲高い声で軍歌を歌いながら、担いつつの兵隊が行進してきた。顔にはどれもまだ幼さが残っている。お父ちゃん、士官学校かい。ありゃおめえ、間違ったって軍人になろうなんて思うんじゃねえぞ。いくらまともにおまんまが食えたって、満州くんだりでロスケの弾に当たって死んじまんじゃ身も蓋もねえからな。命せえありゃ面白いことはいくらだってあるもんだ。タバコを吸いながら咳込む。さあ行くぜ、と父は亀甲型の石を組んだ坂道を登り出した。どこかでラウヤの吹き鳴らす汽笛が細く高く聞こえた。さすがにこの急坂は答えるらしく、父は時々立ち止まっては肺にとどろくような音を立てて空席をした。父は腰にくくりつけていた風呂敷包を解くと、松蔵の首に結んだ。しっかり修行してまとまった善人もらったらな、まず姉ちゃんのところ持ってけ。吉原京町の角へ見て店だ。でけえ時計塔のある大店だからすぐにわかる。お父ちゃん、おいらまだ子供だぜ。借金をケース算段する頃には松もおさよも立派な大人だ。兄弟で力合わせりゃわけまんめえ。そんならおいらも親分のところへ売られちまうのか。バカ野郎、男のおめえが借金の方になのなるもんか。へっへっ、鷹を押し出して娘を女郎屋に叩き打って、今度はせがれを盗っ人の修行に出した。こんな出て親もいたもんだ。閻魔様だって開いた口が塞がるねえだろうぜ。父は夏空を見上げながら力のない声でいつまでもヘラヘラと笑った。その時の親父の面、忘れようにも忘れらんねえ。おら親父にで、全くてめえで鏡見るのも嫌だったぜ。だが一つだけ違うところは、どんな時だっておら天を仰いでヘラヘラと笑ったりはしなかった。明かりを落としてしらみかかった留置場には、他の坊の男たちの寝息が満ちていた。看守が金網越しにささやいた。ってことはとっつんも盗人の親分に弟子入りしたってことか。ええ、だがそこいらの盗人とは筋が違いやす。だな、下手屋銀次という名前を聞いたことがおありですかい。あ、知ってる。昔のスリの親分だろ。あっしが杯受けたのは抜け面店の安吉亭親分で、明治四十二年の大検挙で銀次がパクられた後、島を預かっていたお人です。監視は話を思い返すように遠い目を天井に向けた。とっつぁんの親父も盗っ人だったのか。いや、そうじゃねえ。親父は半端もんを絵に描いたような点で目のねえ博打打ちで、くだらねえ賭場のいさかいで挙げられて網走に落ちたところが、そこでたまたま銀城屋分とお近づきになったというわけです。寝間お調子者の宝冠のような男の子って、たちまち銀次に取り入ってこともあろうにせがれを盗っ人の修行に出す約束を取り付けたて、いやはやとんだ手当屋もいたもんだぜ。壁にもたれた老人を車座に取り囲んで、人々は声を殺して笑った。
そんなわけで俺は銀次の留守を預かる抜け面店の安吉親分にめでたくお目通りと会いなった。サンドサンドに白い飯が腹いっぺい食えるって言われてよ。じっとしていたってイラつくような、あらまったく暑い日の凝ったぜ。その家は抜け弁天の坂を途中で左に折れた屋敷町の一角にあった。黒部屋が広い敷地を囲み、枝ぶりの良い松や欅の大樹が路地の空を覆っていた。立派な長屋門を抜け、敷石を渡って玄関に立つと、父は目倉島の前を整えて人を呼んだ。ごめんくださいやし、抜け弁天の親分さんへ。父の細い声は廊下の薄闇に飲み込まれた。それからもう一度間の抜けた声を張り上げた。ごめんくださいやし、仕立て屋のご一頭さんへ、抜け弁天の安吉親分へ。ややあって廊下の奥から現れたのは、意外にも長羽織を着た書生である。どちら様でしょうか。仕立て屋の銀次親分に旅先で目かけていただきやして、いずれ東京に戻ったらこちらに参上するようにと仰せつかったもんでござんす。車坂の平蔵とお伝えくださいやし。一つうなずき、少々お待ちくださいと言って書生は奥に消えた。やがて再び現れた書生は、父と松蔵を丁重に屋敷の奥へといざなった。気の遠くなるような長い廊下だった。松蔵は自分の生まれ育った世界が少しずつ遠のいていくような気分になった。二人が通されたのは極彩色の襖絵で四方を囲まれた小座敷である。父はおどおどと辺りを見回した。こいつはすげえや、千に入り屋にあった銀次親分のお屋敷てえのも外から拝んだことあるが、こいつは物の数じゃねえ。お父っちゃん、こらどう見たって盗人の隠れ家には見えねえよ。めったな口聞くんじゃねえ。松蔵はずっと父のたもとを握りしめていた。やがて畳のきしむ音がし、欄間から男女取り混ぜた幾人かの笑い声が降り落ちてきた。と思う間に金ぶすまがスルスルと左右に開いた。松蔵は目を見張った。中庭に面した広い座敷である。白麻の一重に紗の羽織を着た品の良い紳士が金箔を張り巡らせた床の間を背にして座っている。縁なし眼鏡が日を受けて表情はつかめないが、親分と呼ぶには若すぎる。主人の左右には二人の男があぐらをかいている。左側はずんぐりとした坊主頭で、主人はいくつか年方に見える。右側は微量の秀でた精悍な面出しの若者である。二人は揃いの藍木綿の道着を着、黒い桃引きを履いている。襖を左に開けたのは先ほどの書生で、右に開けたのは髪を流行りの目に隠しに結い、路地裏面の夏羽織の襟を生きに落とした女である。色白で目元が冴え、少し唇をゆがめて笑みをこぼす様はぎょっとするほど美しい。座敷は光に満ちていた。中庭から差し入る夏の日差しが床生金箔と高く織り上げた豪天井の金箔に照り返して、居並ぶ人々の顔をこの世のものとは思わぬほど輝かせている。父ははっと我に返って放心する松蔵の首筋を押さえつけ、スルメのように平伏した。親子の様子がよほどおかしかったのか、人々は同時に声を上げて笑った。主人は螺鈿を散りばめた肘置きを真向かいに引き寄せ、葉巻を加えた。車坂の平蔵さんというのはあなたかな。煙を吐き出しながら耳慣れぬ山の手の言葉で主は尋ねた。仕立て屋のお山さんにはえらく可愛がっていただきやして。平伏したまま答える父の言葉を皆まで聞かずに主は言った。いきさつは承知しています。銀次からの書面によれば、
息子さんを私に預けたいということらしいが、それは本気ですか？そのつもりでメリアした。父の声は震えていた。主は坊やと松尾を手招きした。父に尻を押されて松尾は立ち上がり、光のあふれる座敷に歩み込んだ。畳のへりを踏まぬように歩き、座敷のただ中で一度立ち止まった。それからきっかりと主を見据えた。旦那が抜け弁天の親分かい。主は少し驚いたふうに非常機から身を起こした。ほら待つと父が敷居の向こうで言った。いやこれは申し遅れました。いかにも私が安吉です。坊やの名前は村田松蔵、松竹梅の松にオクラの蔵で松蔵です。あの旦那さんはとても盗っ人の親分には見えねえんだけど。女がくすっと笑った。肘置きを押しのけた主の前に松蔵は膝を揃えて座った。手を見せてごらん。言うなりに手のひらを開くと、主はためつすなめつ見入り、甲をさすったり指を反らせてみたりした。いい手だ。指が長くて器用そうだし、関節も柔らかい。手のひらが乾いているのは神経が太い証拠だね。坊や、いくつになる？数えの9つです。安吉親分はうなずいた。声もいい、張りがあって大きい。ここにおいでと主は優しく言い、脇に松蔵を座らせると肩を抱いた。私たちの都政は銀次がこうしろということに私がとやかく言い返すことはできません。へへっと父は再び頭を下げて這いつくばった。だがね平蔵さんと主は眼鏡を外した。こめかみから釣り上げたような細い鋭い目である。預かるのではなく、この子は私がもらい受けます。これを今生の別れと思ってください。父は打たれたように背を跳ね上げた。今生の別れってそいつはどうしようですね。親分さん、松尾は死の一人息子で。いえ、これも仕立て屋からの指図です。銀次はあなたの本性を見限っている。あなたのような親がいたら子供は不幸、受け取ったら親子の縁を切らせろと。お子さんはこの安吉が責任を持って一人前の職人にお育てしましょう。父は真っ青な顔で腰を浮かしかけ激しく咳き込んだ。敷居までにじり寄り、冗談じゃねえや、待つ、食えるぞと手を伸ばした。へぇおと遮ったのは若い子分である。うちの一家には半畜なもんは一人もいやしねえ。みんな脇の自分から叩き上げた筋真入りの職人だ。おめえさんもその覚悟で銀城親分に頼めんことをしたんだろうが。めっそうもね、あしゃただ。父は若者の威勢にひるんで腰を落とした。すると今度は成り行きをじっと目を閉じて聞いていた坊主頭が言った。とさ、そっちの事情はすっかり調べさせてもらったと。坊主頭はずんぐりと太った首を振った。連れ合いは医者にも見せずに死なす、娘は女郎屋に売り飛ばす、酒と博打に目も突き崩してあげく、今度はせがれを盗っ人にせえという、そんな野郎を手手親分というのはこの子にとっちゃ不憫なこった。おこんと主が女の名を呼んだ。女は鶴のようにすっと立ち上がると紫の草を父の前に投げた。着物の裾をからげて、やいと父の鼻先に立て膝を構える。かわいい娘を中から身受けして、あんたも十分に養生できる大金だよ。父は息を荒げてしばらくの間分厚い草を見つめていった。書生が父の懐に草をねじ込むと腕をつかんで引き立てた。女はふんと鼻で笑って後ろ手に床の間を閉めた。松蔵は唇を噛んで涙をこらえた。一人一人の顔を精一杯にらみ返した。やっぱしお父ちゃんはおいらを売ったとかい。坊主頭が諭すように答えた。
そうじゃねえよ。あの銭は選別だ。お父っちゃんは博打打ちだが、おいらのおっかちゃんは関宿四万八千石、久世大和の神様の家来だ。じい様は大間回り役三百石のお高して、世の世ならおいらだって若様なんだ。一同は顔を見合わせたため息をついた。安吉親分は力み立つ松蔵を胸に抱き寄せて眺めるように背をたたいた。わかったわかった。だがね坊や、世が世ではないよ。お前の家がお侍だったのは五十何年も前のことだろう。言われた途端松蔵はたまらず主の胸に泣き伏した。おお、いい子だ。理屈をこねずにそうやって私の言うことを聞いていれば、お前はきっといつか日本一の盗っ人になれる。何が欲しい？天皇様のお宝か、名古屋城の金のシャチホコか、それとも山形元帥の金時計か。それはこの間おこんが持ってきたな。一同がどっと笑った。谷を渡ってくる士官学校のラッパを松蔵は不思議な子を抱きしめた親分の羽織の中で聞いた。たわんだ胸元に赤い玉を加えた竜の彫り物が松蔵を睨んでいた。天切松は話しながらほっと息を入れ、明かりを落とした天井を見上げた。俺の親父が網走で一体どうしたてや銀次に取り入ったかは知らねえ。だがどういういきさつにせえ、その縄張りをそっくり預かる抜け面店の部屋住みになった程度は当時でいや大変なことだった。何せ銀次には2000人の手下がいたんだからな。銀次はチャキチャキの親分肌だったが、安吉親分はむしろ事業家とか政治家とかいう方が当たっていた。だが仲間内からの新聞はことさら熱かったな。天切松は黒黒と墨の入った二の腕を人々の目の前に突き出しポンと叩いた。これが確かだった。若いゲーム屋の店長が生唾を飲み込んで尋ねた。これって腕ですか？頭よ。抜け面店の親分といって知らねえ片木でも目細のやつといや子供だって知っていた。長屋のガキどもはよくこんなザレ歌を歌いながら隠れ鬼をしたもんだ。三社祭りのみこしの前でうちの旦那に中抜きかけた目細のやすみ。楽しげに歌う天切松の声に耳を傾けながら地上げ屋が顔を上げた。中抜き？すった財布の中身だけを抜いて空財布を元通り相手の懐に戻すで離れ技だ。それをやるというのは古今東西目細のやつを置いて他にはいねえ。中抜きをかけられたやつは怒るどころか目細の腕に度肝を抜かれて、こいつはとんだ役落としだと空財布を神棚にあげたりしたもんだ。じゃあ警察にも届けないんですか？あたぼうよ。そんな下さえどっくにはいるもんか。さて銀次は取っては見たもののチリジリになった子分どもがあちこちで勝手な仕事をするもんだから、札は手に負えず途方に暮れて何とか仕立て屋の跡目を立てようと考えた。そこで白羽の矢が立ったのが目細の安吉よ。そうだ、年は若えの相手ならと総監も所長連中も膝を叩いた。警察が泥棒の跡目を立てたってか。監視は金網越しにあんぐりと口を開いている。だからよ旦那、今から思えば想像もできねえ古い事例残った。天切松は闇語りを続けた。松蔵がその男お城いに初めて会ったのは安吉の部屋住みになった明くる年のことである。おしろいは東京地検の辣腕の検事だった。その奇妙なあだ名は白井という名前から来ているのだが、能面のような無表情はなるほどおしろいをはたいたように白かった。
おしろいに長所を取られれば五千ヌストでも吊るされると裏加納では恐れられていた。その日安吉親分は奥座敷に火鉢を三つも入れ、諸肌を脱いで松蔵に灸を据えさせていった。富良野の上等な三つ揃いに蝶ネクタイを締めたおしろいが入ってきたのは昼近くである。案内もなく廊下の障子を開けて座敷に上がり込むと、おしろいは安吉の枕元に腰を下ろした。松蔵はびっくりしてもぐさをちぎる手を止めた。若さといいしゃれっぷりといい、およそ賢治には見えない。だが冷酷な無表情な一目見た時、松蔵はこいつがおしろいだと思った。安吉は人の気配に気づかぬはずはないのだが、何が気に入らぬものか顔を上げようとはしない。おしろいは不意に女のような高い声で言った。仕立屋銀次が釈放されます。安吉は小柄な体を畳むようにしてむくりと起き上がり、着物の袖を通す。松蔵は茶を入れた。それは何よりです。満期を待たずに仮釈放とは。おしろいは真顔になって、杉本さん、とぼけてもらっては困ります。司法省に手を回しましたね。安吉は手のひらを茶碗で温めながら微笑んだ。私は盗っ人ですが嘘はつきません。子が親のために手を尽くすのは当たり前ではないですか。おしろいはため息をついて、ねえ杉本さん、今は大正という時代です。警察も変わりました。銀次が出所してきて昔と同じ待ち方付き合いをされたのではうまくないのです。あなたは時代を承知している。だが銀次は違いますよ。義賊を気取って挙句に講談話になったりするのは私たちもたまりません。ではどうしろと。銀次を引退させてください。留守中に子分たちをしっかりと束ねてあなたが腹をくくれば銀次も無理は言いますまい。安吉は眼鏡の奥の細い目をつり上げて、おしろいを睨んだ。それでは逆縁になります。いや杉本さん、私たちにはあなたが必要だ。安吉は腕組みをし、いかにも新時代の聡明な顔でおしろいを見つめた。ねえ杉本さん、あなたはそれだけの人物だ。いつまでもあんな化け物に義立てすることはありますまい。抜け弁天の古文と直すのはみんな内心は望んでいるのですよ。みんなが望んでいる。安吉は不意に声を立てて笑った。誰が何と言おうと、私は終生仕立屋銀次の古文です。二人は押し黙った。おしろいは障子を乱暴に開けて出て行った。中庭には桜がわずかにつぼみをほころばせている。安吉は細い目をまばゆげにつむった。できることとできないことはあるような。誰に言うともなく独り持つ安吉の横顔は思いもかけずに若かった。抜け弁天の安吉親分はその頃まだ四十手前の若さで、仕立屋銀次より一回りも年下だった。今の兄さんと同じ年頃だろうが。安吉親分は部屋住みから育ててくれた銀次を心底敬っていた。暇さえありゃ入屋の銀次の留守宅に行って残された家族をやれ姉さんの坊ちゃんのと海外しく面倒見ていなすった。あんな律儀者は筋金入りの役座になってそうはいねえ。忘れもしねえ、あらは四月も花も盛りの宵の口だった。広小路から上野の山へと花見の客が引きも切らさぬにぎわいの妙に夜風の生あった競馬残った。仕立屋銀次が九年ぶりの方面で文字通り花のお江戸に帰ってきたのよ。その晩今お盛りの花吹雪の中を市中のあちこちから人力を立ての舶来の車を走らせの、そうそうたる仕立屋一門の親分衆が上野の改札に集まった。それも百や二百の数じゃねえ。ステーションの屋根越しに上野の花がずっと散った。
ってよ、夜行列車が汽笛を鳴らし、横殴れの花が舞いてプラットフォームに降ってきたと思いねえ。仕立屋銀次はその桜の鈍調の中をよ、銀根津の大島の着流しに八端のひらむけをきりりと締め、絹綾のコートを肩からバサリと羽織って、納言の雪を積んだ四社のデッキに姿を現した。そりゃ古文ならずとも思わず頭が下がる程ほどの大した貫禄だったぜ。古い親分衆は皆、香り袴のいでたちだったが、安吉だけは普段の外出と同様に、ホームスパンの背広の上に黒いインバネスを着、中折れ帽を目深にかぶって、塔のステッキをついていった。抜け弁天の5人の手下は、藍木綿の背に銀と朱に染め抜いた揃いの斑点を着て、安吉の領衆に立っていた。エイジ、ご苦労だが銀城親分の晴れ姿を、松蔵に見せてやってくれ。もったいねえよ兄貴、岐阜道のエイジ兄の背中におぶさるなんてバチなんたら。エイジは美容の秀でた長い顔をちらりと松蔵に振り向けていった。早くしろよ、親分がそう言ってなさるんだ。骨張った広い方にまたがると待合所の隅々までを見渡すことができた。すげえやーと松蔵はエイジの額にかじりついて叫んだ。どうで松、ここには東京中の猛者との死が集まってるんだ。虎屋がずんぐりとした坊主頭を振り上げてそう言った。胸をときまかせて人の波を見渡していた松蔵は、その時ふと群衆の中に見覚えのある富良野の三つ揃いと鳥内坊を見つけたのである。親分、あそこにおしろいが来てや。なんだと、と安吉は背伸びをした。一同の目は松蔵の指す方向に向けられた。おやおや、賢治様までお出迎えとは恐れ入ったね。おこんが言った。実は僕もさっきから気づいてはいたんだが、どうもおしろいが巡査の指揮を取っているように見える。書生の常次郎は神妙な顔で仲間たちの表情をうかがった。ああ、本にそう言われてみれば本庁の旦那たちや巡査どもが周りをうろうろしているね。おしろいのやつ一体何のつもりだろう。どういうことでしょうね親分、と背伸びをしながら虎屋は言った。何、心配することはないよ、天下晴れての方面です。安吉が言い聞かせるようにつぶやいた時、甲高い汽笛が鳴り響いた。汽車がついた。ゆえんの匂いがひときわ迫り、真っ白な蒸気が改札を越えて待合所にわだかまるタバコの煙を吹き散らした。寒子のどよめきが沸き起こった。マグネシウムがあちこちで跳ねる中を、仕立屋銀次は輝くばかりの絹綾のコートを肩に羽織って、その六尺をはるかに堂々たる巨体をのそりとデッキに表した。静まり返った人巻きの中を銀次は絵巻きのたなびくほどの大股で歩き、改札を抜けた。改札口を取り巻いていた親分衆が一斉に銀次に駆け寄った。さあ親分もお出迎えなさんし。おくんに促されて安吉は中折れ帽のひさしをあげた。その顔は心持ち蒸気し、縁なし眼鏡の奥の細い目は潤んでいた。仕立屋銀次は改札を 2,3 歩出ると立ち止まって、周囲をにらみ渡しながら言った。まだ目細に礼を言って、安吉はどこだ。改札の前に仁王立ちに佇む銀次と安吉の間に道が開かれた。安吉は中折れ棒の頂きをつまみ胸に当てて深々と頭を垂れた。おお、目細、長い間世話をかけたが恩に生きるぜ。和やかな笑い声の中を互いの手が9年ぶりに触れ合おうとしたその時である。銀次御用だと口々に叫びながら群衆に紛れていた主婦刑事たちが2人の間に割って入った。銀次の手に素早く手錠が打たれた。正面に立った刑事が街頭のポケットから逮捕状を取り出して銀次に突きつけた。窃盗教唆および造物罪だ。被害届が山形閣下から出されている。銀次は大きな目を見張り肩を揺すってカラカラと笑った。
山形元帥だと、おい、冗談も丁寧に作る。昨日今日まで網走の監獄にいた俺が、なんでそんな剣にかけられなきゃならねえんだ。お前の配下は銀次の殺意でやったと自白している。ネタはよりにもよって先定恩師の金時計だ。刑事は銀次のコートのたもとに手を入れると、長い鎖のついた金時計を手品のように取り出した。銀次の顔色が変わったと、安吉の後ろからおこんが走り出た。嘘だよ、その山は国園の藤田おこんの仕業だよ。わっちが連れ取った山形閣下の金時計じゃないか。当の昔に返したものが、なんで今更銀次親分のたもとから出てくるんだい。刑事は銀次を後ろ手に縛り上げ、深編み傘を頭からかぶらせた。銀次は引き立てられて歩き出した。呆然と立ちすくむ安吉の脇で、銀次は岩のように一度立ち止まり、その耳元で言った。めぼそう、俺のいねえ間にてめえが一体どれほど偉くなったか知らねえ。よくにかまけて親を売るた。見損なったぜ。違う、と安吉はつぶやいた。銀次は強い力で引き立てられた。ヤジと怒号が飛び交い、巡査があちこちで警笛を吹き鳴らしていた。安吉は帽子を握りつぶし、ステッキにすがってその場にかがみ込んだ。目を上げると、親分衆が安吉を遠巻きにして立ち並んでいた。正面に薄ら笑いを浮かべながらおしろいが立った。白井さん、あなたの描いた絵図ですか。おしろいはいたけだかに安吉の目の前に立った。杉本さん、さあ、あなたの時代だ。親分方に礼を言いなさい。安吉は見てはならぬものを見たようにインマネスの袖に目を伏せた。ややあってもたげを起こした顔に紳士の面影はなかった。まるで仮面を剥ぎ取ったように、目細の安吉はその名の通りのきつい細い目で親分衆の一人一人をにらみつけた。湯島の清六と呼ばれる一門の長老が口ひげを震わせて言った。めぼそう、いや、抜け弁天の安吉親分、おめが一言うんと、いや、みんなおめについてゆく。ステッキにすがってふらりと立ち上がると、安吉は不意に六者福祉法にか届かぬ闇語りの声を呪文のように絞った。おじさんは兄さん方はどうか知らないが、私は修正下手屋銀次の子分です。橋の上げ先から教わった親分にとって変わろうなんて、これっぽっちも思ってはいません。官の都合で貧乏人に背を向けるなんて私にはできませんよ。安吉は親分衆に背を向けて歩き出した。親分、安兄と様々な声が安吉を追った。安吉は不意にインバネスを翻して振り返った。腰を割り、片手を膝の前に突き出し、ステッキを背に回して、目細の安吉は打って変わった物言いで仁義を切った。兄さん方を、おじさん方に申し上げやす。ご一等さん待ち方のも心づくし、まことに痛み入りやすが、この安吉、痩せても枯れても仕立て屋銀次の子分にござんす。教皇免邸、皆さん方とは、親の子のと言われる筋合いじゃござんせん。ごめんなすって。ケールぞっと安吉はいい、五人の手下を従えて、早足で待合所を去った。俺たちが抜け弁天の屋敷へ引き払ったのは、その夜のうちだった。天切松は話しながら、高ぶった顔を人々に向けた。
英治兄が真夜中に俺を叩き起こし、枕元に一抱えの衣装を投げた。広げてみりゃ驚くじゃねえか。黒木綿の桃引きに同義、刺し子を打った人への筒袖に、七枚小肌のキャラコの黒旅、墨染めの手縫いまでの一揃い、それと言わずと知れた大江戸入れのぬすっと消毒よ。英治兄の手を借りて、胸をときめかせながら、数えで戸間のおいらが竹に合わねえ、その黒ずくめに身を整えたと思いねえ。奥の座敷に行ってみりゃ、安木町や分に坊主の虎や諸生常、ふりさとよこんと、皆黒ずくめの尻をはしょって、墨染めのかかとをきりりと締め、面は鼻の下にねじ切れのほっかむりの。いいかよい、この家のものは何一つ持ち出しちゃならねえ、と安木町や分ははじけるような小気味よい江戸弁で言った。銭はいくらあると聞けば、へい、百万はとこと諸生常が答える。百万といや、今で言う奥の大金だな。どさりと積まれた札束を、おのおのが懐のたもとのと、つんのめりそうになるまでつもかんで立ち上がる。玄関に出てみや、たたきの上に、鹿のなめし側の草履が六足。縁起物うておこんがねんが、あがりが町で火打ちを三つ叩いて庭にポイと放る。俺たちは、それを合図に屋敷を出て、辻を引っ走り、抜け面天の坂は一気に駆け下りた。俺は諸生常の後を追い、しんがりのおこんにケツつつかれて、がむしゃらに走った。谷町から市街への大道は、犬も鳴かねえ暗闇だ。士官学校の衛兵の推下をする間に、見りゃわかろうが、泥棒でと英治兄は言い返す。一側見つけを走り抜け、一騎士坂を登りゃ番長だ。みちみち瓶取っ腹しに長屋と見りゃ、黒装束の懐から十円札を束にして、破れ障子に放り込み、祝儀だ祝儀だと呼ばれながら、納豆売りの子供の放った木に、わしづかみの金吹雪をばまいて、一定何万何十万の銭を捨てたかわからねえ。いいかよい、この草で銭は、ビザ一文残すにはねえ。と親分は走りながら言った。麹町から半蔵門へと出た頃には、東の空はうっすらと白みかかっていやがった。ようよう走るのをやめて息をつぎゃ、堀っ端から眺める先は、桜田門の警視庁。安吉親分は、息が荒めず腕組みをして、なんとも言えねえ渋い小金で言ったもんだ。本人で、桜田門とは英語を切る。殿下格好も亀をしねえ。取られて困らぬ世間のお宝、一斉合戦、頂戴しようじゃねえか。振り向いてみりゃ、あちらにあふちから九段坂、今お盛りの夜桜だ。大内山から振り越えの風が渡ってパッと散らしゃ、絵にもかかねえ闇の花道。高麗矢島の弾幕がバサリと落ちて音高く、一丁の切れも減ったと思いねえ。野郎ども、抜かるんじゃねえぞ。へい、と声を揃えて俺っちゃ目もくらむてよほどの果てもねえ花道をたたらを踏んで走り出した。そこまで語り終えると天切松は静かにまぶたを下ろした。それが俺らの家業のいやさ武帝の始まりだった。俺はその時はっきりと大向こうから湧き上がる血清をこの耳で聞いたんだ。